優勢よりの物体 X は1951年のアメリカ合衆国の SF ホラー映画。監督はクリスティアン・ライビー、出演はマーガレット・シェゲーダンとケネスト・ビーなど。ジョン・ダブルー・ギャンベルによる1938年の短編 SF 小説影が行く」の映画化で、1982年にはジョン・カー・ペンター監督によりリメイク作品の優勢からの物体。 X が制作された。アラスカの科学研究所は、謎の飛行物体が落下し磁力系が狂っていることを発見する。司令部から到着したヘンドリー隊は、キャリントン博士から報告を受け、スコット・キシャラともに落下地点に向かい、一部分を除き氷に埋漏れた円盤を発見する。氷から掘り起こすためにテルミット爆弾を使用するが、爆破とともに円盤に引火。 円盤は爆発し飛散する。ガイガーカウンターが反応するあたりを調べると、氷の中に人のような物体が確認できた。ヘンドリー隊員たちは氷ごと物体を掘り出し基地に持ち帰る。その後、倉庫に運び込まれた物体の監視役、バーンズ伍長が怪しい影に襲われる。ヘンドリー隊員の一行が倉庫を調べに行くと、溶けた氷には人型の跡が残っていた。 物体は外の犬を殺し逃走して姿を消した。キャリントン博士は犬に噛みちぎられた残骸の一部を調べ物体が優勢より飛来した植物組織生物で動物の血を吸って成長し知力と腕力は人類より優れた怪物であることを突き止める。残骸の一部は成長する速度が速く人類の脅威となる物体だった。 人類のために即刻撃滅を望む軍と貴重な研究資料として培養を主張する科学者が対立する。ありがとうございます。